スマッシュって取られるもんだって思った方がいいと思いますよ。絶対取られます。そのプロの試合でもすごくロブが上がった時の展開ってスマッシュ何回も打たされてること多いんですね。で最後に甘いロブが来たらドーンって角度つけて決めてるっていう なのでロブがこの辺に来てサービスラインから打つんだったら角度はつけられないから取らせるっていうつもりで打てばいいと思いますし、まあ、あとはその3箇所って言いましたけど、じゃあもうここから打つんだったらコースは5箇所に増えるんですよ。真ん中もボディですよね。ボディって一番返しづらいんで、で5箇所って言ったらもうこれもどこでもいいって話になるじゃないですか。なのでこれスマッシュに関しては取られてもしょうがないっていうエリア、このロブが上がってこのサービスラインからスマッシュ打たされる、まあ、もしくはその後ろから打たされるんだったら、まあ、コースは3箇所じゃなくてもう5箇所だけど、5箇所って言ってもそんな狙えないんで、もうあっちのコートってとりあえずで深さだけ気をつければいいです。サービスラインぐらいを狙って、まあ、大体この辺に落ちれば、まあそしたら相手のこの辺りにボディに飛んできたらすごいやりづらいじゃないですか。でもここだと手を出してポンって返せるんで、人の横は楽なんですけど、人の目の前を狙えば返しづらいで、浅くなったら多分この辺りでスマッシュ打てますよね。でそしたら角度をつければ決まるんです。だからここでわざわざセンターっていうのは別に必要はないし、別にスライスにする必要もあんまりないし、だからスライスのスマッシュを打つ理由が今んとこはまだない気がします。確かに人によっては必要かもしれないですけど、ただ自分が打つエリア、ここだったら安全にあまり狙わずに相手に返させる、で浅いロブ来るまでは我慢してスマッシュを打たされ続けると、でここはさすがに決めようっていう感じで色分けすればいいんじゃないかなって。